今日不細工ですね。こんばんは。あ、マシュマロたくさんありがとう。マシュマロ集めてるよん。マシュマロ頑張り中。今日はね、今日ひーたんと運動してきました。キックボクシングで行ってるんだけど、ひーたんも今日は体験で一緒に行ってきた。って感じです。阿部さんマシュマロありがとう。母さん緑の風船ありがとう。めいちゃんさんマシュマロありがとう。とみちさんハートありがとう。くまりんパパさんマシュマロたくさんありがとう。とうもろこしさんマシュマロありがとう。いさみさんマシュマロありがとう。ジェイナカムさんマシュマロありがとう。そうだから X もその写真をあげました。終わった時の写真だけどね。動画撮ればよかったねって2人で話してた。あ、そうなんですよ。そう、オンライン話し会がね、あれ、そのお知らせ出ました？ちょっと待ってね。じゃあ自分も一旦しっかり確認してからじゃないと言うのか。あ、3月23日がね、いつも3時間目なんですけど、ちょっと学校の都合で5時間目に変更になりました。ごめんなさい、本当に結構ギリギリになっちゃったかなと思って。そう、ちょっと申し訳ないんですけど、5時間目に変更になりました。卒業の関係でちょっとどうしても変更しないといけなくってね。そう、3時間目が間に合わないので5時間目に変更になってます。そうなんです。だからもし例の最後のお話し会ね、そう行く予定だった方はね、ちょっと知ってくれてたら嬉しいですね。行けなくなっちゃうって場合もあるよね、きっとね。そうだよね、ごめんね、本当にと申し訳ないです。マスクして配信したいな、今日ちょっとブサイクすぎて顔を見せたくない。
メタボ猫さん、マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。タケチュンさん、マシュマロありがとう。ヤップさん、マシュマロありがとう。ルパンさん、アートの風船ありがとう。シンガーさん、マシュマロありがとう。ジェイの赤間さん、マシュマロありがとう。ひさみさん、マシュマロありがとう。トウモカさん、マシュマロありがとう。ちょっとブサイク、本当にマスクしたいかなって感じで、なんか今日眉毛がさ、こう下がってるように見えるじゃんか。そう、5時間目になったので、皆さん、おわす、あ、ちょっと変更になったよって覚えておいてくれたら嬉しいです。5時間目ね、5時間目って結構夕方ぐらいだよね、本当に。昨日ね、何時か教えてもらったよね。何時だっけ、5時間目は何ていうか、6時半か、9時半からだし、よろしくお願いします。5時間目対戦よろしくお願いします。やばい、寒すぎて部屋が、暖房つけよう。髪の毛切りたい、ちょっと揃えたいんですよ。なんか宿毛矯正かけたけど、なんか若干また元に戻ってきた気もしなくもない、気もしなくもない。トリートメントに行こうかな。結構髪の毛伸びた、前に比べたら。なんか大きいニキビができたの、ここに。痛い、ちょ、寒すぎる、本当に。今日めっちゃ寒かった、朝から寒かった気がする。今日はまだまだ春にはならんなと思います。まかわり3期生のイベントあるんだ。そうなんですよ、ST48 の1億人にバズれるののトークイベントがあります。ザ・マミーさんと一緒に出演するトークイベントがあります。案内があるかな。どうなんだろう、ちょっと今どうなってるんだろう。でも参加無料って書いてあった気がします、あれは確か。メタボ猫さん、マシュマロありがとう。さっきからたくさんマシュマロ読んでる気がする。5時間目なら会社でお話し会できるな。あ、本当に？会社で？会社でお話し会どんな感じなんや。カズポさん、マシュマロありがとうございます。クマネファブさん、テンスはリーチで締めくくりやなって。嬉しい、リーチがラストなの、わーい。やったね。ルパンさん、かわいい、ありがとう。タイちゃんさん、誰もありがとう。何時でも問題だって、よかった、本当にありがとう。ビンゴの神様、キックボクシングお疲れ様、ありがとう。お疲れ様、楽しかった。
あ、そうなんですよ、幽体離脱のねパフォーマンスもあるので楽しみにしててください。幽体離脱久しぶりに踊るよね。クリコン以来踊ってない。クリコンが今最初で最後状態になってる。まあ僕隊だから、今やってる公演が僕隊だから仕方ないけど、幽体離脱もっと踊りたいよね。せっかく3期の曲なのでもっとたくさん踊れたらなって思います。僕隊の瀬戸利の最後に幽体離脱追加できないの最後の本当に一番最後に幽体離脱まーちゃんごめんねさん、かっこいい、ありがとうフ3月なので寒くよね。寒いよね、もう春になるのに。泉さん寒いのはもうお腹いっぱいですね。本当にそう。でもだからって暑くなるのもちょっと、あったかいのはいいんだけど暑いのやだ。なちゃもくさんレインボースターありがとう。ライターさん朝方まで雪だった。え、本当にそうなんや、全然知らんかった雪降ってたんだ。雪降りだったね、うん。ですっごい気になったのがさ、幽体離脱を今後踊るとしてさ、幽体離脱はもうペアぶりじゃん。だからさ、3期がさ、3期はさ偶数じゃん今まではね。でも梨紗子がいなくなっちゃって今奇数になっちゃったじゃないですか。そのペアぶりのとこどうなるんやろ、一人でやるんかな。どうしよう、D が辞めたらユーナンが一人になっちゃうし、ユーナンが辞めたら D が一人になっちゃう。マシャモキさん23日おしましできたら参加する。ありがとう。23日ね、そう5時間目に変更になりました、学校の都合で。ごめんなさい、ありがとう、本当に待ってますありがとう、お父さん絶対見に行かね、待ってるよ待ってるよ、トークイベントも待ってます。わかりやね、マミーさんにも会えるのでマミーさん目当ての方もぜひ来てくださいマミーさんファンの人が来たりもするんかな。いや、どうなんだろう、どんな感じなんですかね。マミーさんファンが来たりすることもあるの。リーチが辞めたらシミサラさんが泣くよ。いやね、本当にお互い様よ、それはもう。 D が辞めよう、 D が辞めたらシミサラさんが泣く、シミサラさんが辞めたら D が泣きますわっ、すごい、ま、毎日配信何日って今出た。いや、毎日配信12日だって。すごい、リエの記録の中だと結構これはまあまあ長い方いちごと同じ時間とか気まずい。あ、確かに、そっか。でもいちご知ってるんじゃないの、リエのこと好きになっちゃったってえ、ゆたいやつ披露するときだけリサ子に来てもらわないとダメよゆたいやつを披露するときはリッチャマにも来てもらいますフフ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 
2.5 期さんの2でお話し会でめっちゃ流れてるから聞く。スーさん23日の話し会5時間目に変更の、そうなんですよ、オンラインお話し会はね、そうちょっと学校の都合でね、ちょっと卒業の関係で3時間目から5時間目に変更になりました。ごめんなさい、ちょっと行けない方も出てきちゃうかもしれないけど、変更になったのでお知らせします。馬太郎さん、ハートのバルーンありがとう。ゆうたりやつ、しみさわさんに入ってもらう。やばいね、ありかも。しみさわさんも3期生とみんな仲いいので。しやけんさん、しみさわさんの家行ってない、行ってない、まだ行ってないですね。うん、行ってない、行ってない。12日おめでとうなんて。ありがとう。毎日配信12日みさみさマシュマロありがとう。こんなにしょぼい毎日配信はなかなかないですよ。あきおさんマシュマロありがとう。うわさんハートのバルーンありがとう。マッチさんマシュマロありがとう。深本さんマシュマロたくさんありがとう。しょいさんだるまありがとう。ハートもありがとう。しけましんさんだるまありがとう。5時間目ってでも誰がいるのか分かんない、3期生なんか他に誰がいるんだろうね。他に誰がいるんだろう5時間目って3期だとあんまり分からんけど、なぴちゃんハートのバルーンありがとう。スーさん今日もリーチ可愛いのね、なって今日可愛くない日です、今日はメイクしてないから可愛くない日。うちの地元にこれなんて読むの、ニレニレなんとか、ニレニレなんとか、5時間目ってことはいちごちゃんとかすみ、あそうなんや、知らんかった、結構たくさんいるイメージだけど。ゆいにゃん、りえちゃんこんばんは、今日シナモン誕生日なんで、シナモン好きだから、シナモンの誕生日なん、そうなんだ、おめでとう、シナモンおめでとう。おめでとうございます、シナモンさん、シナモン、糸シナモン、糸シナモン流行ったよね。ルパンさん、毎日配信無事に頑張ったタワーでお祝いしますだって。いやなんかそれタワーのために頑張ってる人みたいじゃないですか。ピオさんマシュマロありがとう。リョウさんマシュマロありがとう。リョウさんひーちゃんとかかなとかみょんみょんとかかすみんとかいちごとかあれだあれだ、みんないるやん。みんないるくないですかその時間。いつもリエが会うのはね、3時間目のリアチューとヒータン、同じ3時間目のリアチューとヒータンと、あとその1個前の時間になってるサッチユイタンヨーナなのね。行ったことない時間帯なんで分かりませんだって、さすが未知の時間帯です。そうでも今日前髪をね下ろしてるから、だからそれっぽいでしょ、それっぽいでしょとか言って。ちゃんとメイクしてる風でしょ、てか9点の目があり始まったから買っちゃったコスメ。マッチさんマシュマロたくさんありがとう。マシュマロありがとう。マシュマロたくさんありがとう。普通にめっちゃ可愛いんだが、本当に可愛くないですよ。ほらほら、肌荒れも結構今してるか。なんか肌荒れまた増えた。うん、若干。
増えたかなって感じ。長谷川さんマシュマロありがとう。これがデイズのマシュマロポーズです。風に吹かれても僕がその花を守る。3時間目誰が来てくれるかが分からんからあれだけどね。愛とは返事を今日ヒートンと運動したんだよな。お疲れ様誘って。そう今日ねヒートンとね運動してきました。いい、じゃあ次行くときは誘うね。ヤシヤキさんマシュマロありがとう。スーさん5時間目の方が助かります。あ本当に、あらまじゃあよかったかも。フードがついてますか。なんかフードかぶったら男の子みたい。なんかDMダンスをしてみたいんだけど、あの北沢くんみたいなやつで藤井くんやりたいんだけど、でもDM丸顔なんだよねめっちゃ。藤井くんでもDM結構さ顔さ女の子っぽい顔してないと思うんだけど、結構男の子っぽい顔してると思うんだけど、ちょっとだメンズメイクでも今度してみようかな。かっこいい女の子、かっこいいボーイッシュな感じ。こんばんは藤井リオ。鼻筋とかもうちょっとこうドーンって感じだったらさ男の子っぽくて、え有名で男装似合いそう。なんかいちごがねアベマのアンケートでなんか男装が似合いそうなメンバーみたいな聞かれたらしくって、その時にあのリエの名前を挙げてくれたらしい。嬉しい。そうだからねいちごから今度ウィッグを借りて藤井くんチャレンジする。ダンスをね一回やってみたいよね。そういうの楽しそう。9点は拍手を。そんなのあるん。さっき前話し会で話したことある。えすごくないそれ、前世派ってすごい。なんだよみんな話してんのかよ。じゃあ今からイケメンごっこします。イケメンごっこバカみたい。どうですか、かっこいいですか。どうしたらかっこいい感じになる。じゃこの前髪がダメですね。まずはこんな前髪の男の子はいませんから、きっとわかんないけど。こんなパッツン、でもリエかっこよくない、かっこよくないとか言って、リアがダンスしたらかっこいいと思うんだけど、どうですか。ここにめっちゃノーズシャドウ入れるとかね、こういう服着てみる。声あーちょっと待って、どうですか男の子藤井くんにいそうですか。ダンスをリエ似合う自信あるよ。分かんないけど。藤井くんです。今家出中。リエのじゃあ設定はちょっと今家出してて夜寒い中外に出てる人。家出です。家出設定だから今。
どうですか家出少年藤井似合ってますか。ちょっとこの髪の毛見えてるのがダメです。でもどうやってメイクするんだろう、男の人に似せたメイクって。これで髪の毛を隠して、いや難しいですね。ちょっとこれがダメよね。渋谷にいそう、確かに。なんかチャラチャラつけてたらね、これなんかここになんかシルバーのネックレスとかつけてたらもうそれやんどうですか、いい男の子っぽいですか。今の時期は家に向かない、確かに寒すぎてね、ちょっと向かないわちょっと本当に今度イチゴからウィッグ借りてみよう。あもうそれかもうあえて金髪とかにしてみようかな金髪にしてみよう、金髪のウィッグ買ってみようそうですね、唇が赤いかな、ちょ唇が赤い気がする。たかといって唇の血色がなかったらマジブスになっちゃう。藤井リエオくん、ちょっとこれじゃあバレンタインもらえないこれじゃバレンタインもらえない。うん、とかね、エンコートシシート買ったんですよね、これめっちゃいい、これめっちゃね、これめっちゃいいです。うん、おすすめ、めっちゃ落ちる、肌荒れない。メイクシートって肌荒れるけどさ、これ荒れない。唇の色を落としてみる。どうですか、変わらんわ別に。リップ落としたところで、あ、ちょかっこいいやん。どうですか席からもうどうですかしか言ってないと思う。イケメンですか、イケメンやん、リエ。イケメンキャラになろっかな好きになっちゃう、イケメンでそう、リエオくんボクサー、今プロボクサー目指してます。来週試合なんで会いに来てください。おもろ。かっこいいかな。確かにちょっと設定がいろいろ大変ですね。プロボクサー目指してる家出少年、あでもなんかちょっとまあありえそうあ、このでも唇血色ない方がちょっとなんかサイロっぽい気がしますこうやって会ったら女の子だから、じゃあ男の子でどうやって笑うんですかどうやって笑ったらかっこいい、かっこいい笑い方になりますかね。あーマシンガンさんかっこいい、ありがとう、嬉しい。かっこいいですか、イケメンな感じかなルパンさんマシュマロありがとう、タンタンさんマシュマロありがとう。確かに顔に絆創膏あった、確かにそうじゃん。今時間今何分、あもう42分か。絆創膏、確かに絆創膏この辺に、どこに、鼻に貼るん、どこに貼るんですか絆創膏。
確かに絆創膏貼ってあったらちょっとなんかそれっぽいやん。ラッパー、ラッパーに見えますか？ラッパーに見える。ラッパーだったらじゃあちょっと、ラッパーならちょっとビーニーかぶって。アクセサリーいっぱいつけてって感じでイエーイって感じで サングラスとかあったらもう超それやん。ダンスをしてみたい。マジやってみたいですね。じゃあもしリエがダンスをめっちゃかっこよかったら、ダンスを超イケメンだったらもうずっと髪の毛切っちゃおうかな。悪いやつだよ友達。やば、この前髪が、前髪が女の子っぽいんだと思う。眉毛と目をぐっと近づけたら、あ、そうなの？眉毛太くしたらさ男の子っぽくなるんですか？なるほど。これ鼻筋をもっとさしっかりさせたらいいんじゃない？鼻筋、まあ、でもこの画面越しに見たってあんまあれだと思うけど、明日ダンスをメイクでもしてみようかな。何も変わらん。画面越しじゃ何も変わらんけど、ちょっとでもイケメン女子になりたい。でもこのね、この前髪がある限りちょっと遠い道のりな気がします。でもいると思う、こんな感じの男の子も。にゃんすけさんマシュマロありがとう。加工を強くして顎を細めにしめる、確かに。じゃあ今から加工しますね。あ、そんなんあんの？じゃあやってみよう。いやー、わー、やばくない？これ。これやばい、ちょ、事故。え、すごー。怖いから。え、すごくない？やばいね、これは。じゃあ、目を大きくしてみようか、次。これがショールームの格好です。みょー、わー、あー、やばーやばい。あ、見て、こうしたら取れちゃうんだ、ほら。これやばいね。びっくり、すごい、これはやばい。もう一生やらないかも。プリクラよりもやばいかな、これ。プリクラよりもやばいと思うよ、これは。かなり
すごい本当に。こんなこともできちゃうんだショールームって、知らなかったよ。面白いけど、面白いけどちょっとやらないですね。うん、そのままがいいと思うね。唇のあれが結構気になりますね。リエは最近。あ、そうだ。今日メール、そう、SNS メール送らんとだから、じゃあ55分に終わりにしますね。55分、55分、じゃあギリギリすぎかな。てか可愛くない、この新しい帽子、ティエが今日 X にあげたやつ。新しい帽子、ちょイケメン角度探そう。イケメンに見える角度探す旅。いや、ちょっと普通にリエなんですよね。どの角度でもリエチなんですよ全然。顔ごつくないからなんてどういうこと？顔があれなんですか？輪郭の問題？丸顔だからダメなんか。どうしたらいいんですかね。親の友達の藤井ゆりはかっこいい。あ、本当に？それはちょっと嬉しい。どうしたらもっとかっこよくなれる？研究しますね。ほくろでも描いてみますか。ほくろでも描いたら藤井くんっぽく。でこの辺に赤描いてみよう。えい。いや全然全然あれだけど。どうですか、ほくろ描いてみましたよここに。もう後で落とさないと。いや全然特に何もって感じだけど。可愛い系男子だったら普通につまんないじゃないですか。女の子が男装したんだねどうやって。じゃあかっこよくならんとダメ。何が原因だと思う？前髪？何が原因なんですかね。ほくろができても特に何も変わらんかった。ほくろができても変わらんです。なんだ全然リエッチ。後で落とそう。前髪かな。いちごにね、そうだね、ちょっといちご先生に、いちご大先生にちょっと断層のコツを教えてもらおうと思います。前髪をさ、こうやってさ斜めにさ、したらいいんかね、ふわっとさせて。いやでもこの方が女の子じゃない？妹を険しく、そう、じゃあアイラインとかで、アイラインとかの教室じゃない。いやこの方が女の子だよ。なんか前髪ないか。やばい、もうちょっとなんか
眉下にシャドウ、顎一段だけ細くとか。なるほどね。イケメン女子への道のりはちょっとまだちょっと厳しい。普通に涙袋がある DH。 ヒゲ？でもヒゲ生え、みんながみんなヒゲ生えてるわけじゃなくない？真っ白にならないと。あ、確かに。でも丸顔も結構な原因よね。でも中に丸顔の男の人どうですか？泣きぼくろがあるリエチ。泣きぼくろ、涙ぼくろ。これが今日袋が新しくできたリエチです。別に大して変わりません。ほくろ1個追加したところであんまり変わらんね。うん、いや、ほくろ多いんですよね、もともと結構ね。あんまり分かんないね。今度からじゃあほくろ書いて公園出てみようかな、ここに。あ、じゃじゃん、今日はでるでる何の T シャツ着てるでしょうか。で、当ててください。壁のミラーに映ってる君と僕のエブリデイ、確かにセクシーな君だけど。じゃじゃん、久しぶりの T シャツでした。夏の瀬戸内ツアーの時の T シャツ着てました。ジッパーを歌いながら、この中でチャック下ろすとき毎回ジッパーでチャック下ろしてジッパー歌いながらやろう。あ、54分ありがとう、教えてくれて、ね、久しぶりの T シャツ。そう、冬なんだけどね、今日はアーサレ着て運動したから。じゃあそろそろ団長見ましょうか。それでは13位トウモロコシさん、ありがとう。12位ライチョウさん、ありがとう。11位イシキムシーさん、ありがとう。10位ウマ太郎さん、ありがとう。9位マシンガンさん、ありがとう。8位ヤシガキさん、ありがとう。7位タカヤンさん、ありがとう。6位ミサギさん、ありがとう。5位ウラベさん、ありがとう。4位ウカムトさん、ありがとう。3位クマニボコさん、ありがとう。2位ルパンさん、ありがとう。1位マッチさん、ありがとう。ありがとうございました。おやすみなさい。またね。また明日会いましょう。バイバーイ。アンニョン。